どうもこんばんは。今日のために一生懸命スタジオに3回、入って今日という日を迎えられることができました。本当にありがとうございます。それでは一生懸命やりますので聞いてください。今日はアニソンイベントということで一曲目聞いてください。ザ・アニメ。いやいや、俺完璧だっただろ。そんなんやったらギターの構造だっておかしかった。いやいや、ボーカルもピッチおかしくないんか。おかしいよ。いや、おかしいね。ドラムが入ったかったやん。すんげえ入っとったやん。入っとった。ドラムに来てるじゃん。来てよ、おいおい、ワゴでやってやろ。こんなんで武道館行けるかよ。狙ってたんだ。こんばんは、ザ・バックホーンのコピーバンドです。
Thank you.
ちが撮影を始める。命さえも俺らとるのか、壊れかけた踊りの隙で胸の奥に明ける痛みを脳が進むと忘れるかまで。僕は僕にも手に入れたものはない。未来の子供たちへの残せるものは何。愛を知らず揺らす指かご、惚れ尽きてくメロディーの森で遥か走る出させてもらったわけなんですけれども、こんなですね濃密なライブになるとは本当に思っていませんでした。どうもありがとうございます。本当ね、アニソンイベントっていうことをもっと早く知ったらね、もっといろいろ赤道鈴之助とかもっとそういう曲をねどん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 やっていきたかったんですけど、気づいたのが、スタジオ3回中で、ね、2回目あたりで気づいたんでね、本当にむさ苦しい感じで、出してもらってますけど、どんどんね、どんどんね、駆け上っていきましょう、皆さん。メンバー紹介する。知りたい。知りたくない。多数決で。多数決で。全くもって、ダメということで。本当こんなもんですよ。自分普段は一人で、アドリブの弾き語りのライブばっかりやって、弾き語りおじさんって言われてるんですよ。本当にね、こうやってまだバンドでライブすることがあるとは思っていなかったんで本当に嬉しいです。じゃあ次の曲、またちょっとしっとりした曲ですけど、聴いてください。
に本当に一人もステージ上に女の子がいなくて本当に申し訳ない本当にもう男性フェロモンと男性ホルモンしか出てねえよそんな感じでやってんだけどさ、一応自分もアニメは、セイントセイヤとかいろいろ見てやってるんだけど特に後ろの亀ね、彼好きなアニメあるよね最近ね何の振りやったっけそれと、ね、スタジオ3回しか入らないとやっぱねこういうところが全然意思疎通ができないなってことがあるんだけど、まあ本当に彼は、こち亀こち亀好きよね言っていいよ、マイクあるでしょ言わない、はいね、ほんとすぐ照れてしまう人だからさ、じゃあね、ほんとねみんなさ、アニメってさ何が好きですか？いや、ほんといっぺんに言われてもほんと困るけどねほんと一人一人でね、言ってほしいよねほんとね、ほんとねほんとそういう小手先のことしかできないですけど本当にあと2曲でね帰りたいと思いますね。ではこんな感じでね、残り2曲